ただいまから憲法審査会を開会いたします。日本国憲法および日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。本日は憲法に対する考え方について、特に参議院議員の選挙区の合区問題を中心としてについて、法制局から説明を聴取した後、委員間の意見交換を行います。 これより委員間の意見交換を行います青山茂春君はい、自由民主党の青山茂春です党利党略ではなく主権者の代理人である一人の議員として私の意見を申し上げます参議院の補欠選挙で先日徳島と高知の高知の合区選挙区に入りました徳島は岸田時代の初任地高知は兄弟の戸月先で それぞれの地域文化に今も身近に接しています阿波の徳島と土佐の高知は全く違いますそれが一色体の選挙区にされていることに試験者の怒り悲しみそして関心の喪失を直に感じました私があ衆議院まで含めて国会全体で考えれば東京ばかり議員を増やしてどうすると信ずるところを申し上げると 主権者はその支持党派を超えて共感される人も少なくありませんでした。一方で、山本太郎委員の以前のこの審査会でのご発言に、自由民主党は自ら合コを率先して導入しておきながら、それを理由に会見を主張するのはおかしいという趣旨がありました。今日のの発言ににも一部あっったとと思いいまますす私はその指摘に限ってはそ限て正しいと考えます その上で、試験者のために合区という不合理は根本から党派を超えて解消せねばならないと考えています。アメリカの真似をするわけではなく参考までに釈迦に説法を申せば、合衆国は一票の格差よりも各州の試験者の権利を尊重して、人口に関わらず各種平等に日本の参議院議員にあたる上院議員を二人ずつ出しています。人口最大四千万近いカリフォルニア州でも、 人口最小のおよそ58万人のワイオモンギ州でも同じく2人ずつです50、50州かける2人の合計100人です。私は日本も都道府県、47都道府県かける3人の141人、プラス比例代表の100人、そうしますと合計241になりますから、ちょうど合区を導入する前の定数に戻るわけです。 これを憲法14条法の下の平等の例外規定として書き込むことを主権者にお尋ねするよう私の意見として臨みます。最後に法制局長に短くお尋ねいたします。国会法は衆院100人、参院は50人の議員の賛成があれば憲法改正の原案を国会に出せると定めていますが、これは改憲規定を盛り込んでいる憲法96と条と どののよううに響き合っているのでししょうかお尋ねします川崎法制度上は、先生が今おっしゃいました、国会法68条の2に定める賛成者の要件を満たしていれば、憲法96条1項が規定する各議員の総議員の 3, 3分の2以上の賛成がの見込みにもかかわらず、見込みにかかわらず、憲法改正原案を各議員に提出することは可能でございます。 青山茂春君皆様ご存じのとおり、自由民主党はその規定によらずに、最終的には総議員の3分の2以上の賛成がないと、さっき、主権者にお尋ねすると言いましたけど、国民投票にかけられませんから、あくまでもこの憲法審査会を大切にして議論を進めています。私ははそのののことに反反対対すするる現時点ででわけではありませんが先ほど維新の方の お提案にもありましたいつまでも議論を続けるというのも違うと思いますえ全てのことの中でこの憲法改正だけが主権者に最終的な選択が預けられているわけですから代理人である私たちだけでいつまでも話すのはまた違うと考えていますのでえ今後この国会法の規定についてもできれば議論されることを望んで終わりますありがとうございました他にご発言もないようですから以上で委員間の意見交換を終了いたします 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて参加いたします。ただいまから憲法審査会を開会いたします。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。本日は憲法に対する考え方について意見交換を行います。山田博史君。<laughs> 自由民主党の山田宏です。政府は自衛隊を国際社会では軍隊として扱いながら、国内では憲法上の制約から、通常の軍隊ではないと、ダブルスタンダードによる、いわば差別扱いをしてきました。軍隊ではないので、海上自衛隊の艦船を国際社会では各種軍艦の故障を用いながら、一方、国内では一括りに護衛艦と呼び、また他国の軍人の階級についても、例えばカーネルを、 大佐と訳すのに、自衛官の場合は一切と呼称してきました。呼称だけではなく、軍隊ではないことで、他国の軍隊では当然の制度や待遇が自衛隊には存在しません。例えば、軍機を維持するための、ための軍独自の使用機関である軍法会議がなく、自衛官は、自衛官は、命令で行動しても、軍事専門家でない裁判官による一般裁判所で裁かれることになります。 また、生命の危険を伴う職務でありながら、他国では普通の自衛官には、軍人用の恩給がなく、一般公務員としての年金のみであります。また、他国の軍人には、功績や職務政令に対し、現役中にも、現役中に何度も叙勲の機会があるのに、自衛官は一般公務員と同様に、退職後一度だけ、しかも全員が対象にはなっていません。任官時任官時に すべての自衛官は法令に基づいて、ことに臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応えることを誓いますと宣誓していますが、国家と国民を守るため、四六時中、命がけで任務遂行に当たっている自衛隊に、このように他国の軍隊では当たり前の名誉と待遇が認められてこなかったのは、国家が憲法上、自衛隊を通常の軍隊として認めてこなかったからであります。 私は自衛隊がその任務を完遂するために、速やかに自衛隊を国家として正式に承認することが必要と考えます。すなわち自衛隊を憲法に明記することであります。本審査会で憲法9条の改正について議論することは、我が国周辺の安全保障環境がますます厳しさを増す中、多くの心ある国民の大きな要請であります。本審査会で速やかに議題として取り上げるよう強く要望し、私の意見表明といたします。 青山茂春君自由民主党の青山茂春です私は日本国憲法の第96条の改憲条項について意見を申します改正へのハードルが高い条項として知られています同時にその高いハードルを超えるほどの必然性があれば改憲を国民に問うべきという条項でもあると国会の現場にて考えます そして九十六条の最大の特徴は、国政の中で唯一、試験者が直接国民投票によって、意思決定をなさる、国の大切な根本兵器をめぐる、根本放棄をめぐる、日本の意思を最終決定なさる権利を盛り込んでいることであります。隣国ロシアが国連の安保理の常任理事国としての平和への責務をあろうことか自ら否定し、第二次大戦後の国際秩序を根本から破壊して、ウクライナ戦争を ロシア国民を理不尽に動員してまで遂行していること。同じく隣国の北朝鮮がそのロシアの協力により軍事偵察衛星を地球の周回軌道に乗せて核攻撃のターゲティングを日本を含め、含めて進めていることを見れば、第9条の改正の必然性が高まっているところが国民の中にあります。えもとより国民の全部ではありません。しかしかしかつてなく多くの試験者から現にお聞きしています。本当は西暦2002年、 9月17日の日朝首脳会談で国会は救助を考える客観的な必要性に気づくべきでした。当時の金正日総書記は初めて拉致の事実を認めました。実はこれは予想されていました。しかし北朝鮮の国の責任は認めないだろうというのが事前の予想でした。ところが金正日総書記は国がやったと言ったなぜか、救助の最後の事業、国の公選権はこれを認めないという条文によって相手が国であれば日本は領土を奪われても国民を拉致されても、えー、何もできないからです。 救出を準備すれば、戦争になるのではなく、したたかな北朝鮮が初めて、本当の交渉のテーブルにつくと予想できます。えー、これはあくまで私という国会議員の問題提起です。しかし、憲法審査会という国会内の議論だけではなく、国民がその意思を会見に反対にせよ、賛成にせよ、直接示される権利を行,行使していただくべき時期に来ていると考え、委員お一人お一人に党派を超えてまさしく問題提起いたします。ありがとうございました 大大島君、はい、大島君でございますあのこの憲法審査会、あのいろんな議論をそれぞれの先生方がおっしゃる、でこれはの、例えると、的に向かって自分の方向にこう球をこう投げてるので、キャッチボールできてないから、国民としてはどういう議論されてるのか。 まあ、あのそれぞれの方向性に向かっている人についてはですね、あのすごくあのいい意見だという話だけれども、まるっきり反対の意見の人にとっては、何、冒頭投げてるのというような感じで、なんかこう議論があの進まないという、まあ、国民が最終的に判断をしていかなければならないこの問題について、 いかに国民の皆さんに分かりやすく理解をしていただくかということが、やっぱりこの審査会でも非常に重要な議論だというふうに私個人は思います。で、ただ忘れてはならないのは、この日本の役割、唯一の被爆国として、そしてまた、この国民の大切な命を奪ったその戦争の悲惨な結果によって、この国が 成り立ってきた、その歴史は忘れてはならない。だからその平和を気求するために、いかに私たち国会議員が、その国民とまた世界平和のために議論をしているかという、その根底に立った議論を国民の皆さんにわかりやすく提供していく、この審査会の役割が求められているのではないかと。でぜひ会長にお願いしたいのは、 やはりそれぞれの先生たちのご意見、3分は非常に短い、で、いろんな意見を戦わして、キャッチボールをしている、その議論を国民の皆さんに広くあの示していただいて、最後は国民の皆さんがあ判断をする、そういう場にしていただくことをお願いして、私の発言を終わりますただいまの件につきましては、五国幹事会にて協議をいたします。青山茂春君 はい、えー、住民主党の青山茂春です自、えー、党は一党で一、えー、回目の発言する議員が多いにもかかわらず、二回目の発言を許していただいて感謝しております。えー、先ほど、大島久生委員からの問題提起は、えー、私も同感であります、とても大事だと思います。えー、本来はあ、委員間の意見交換があ大切だからこそ、わざわざ立たないで座って発言しているわけですし。 ただ、その大島提案があってから、ちょっと活発になった気はするんですが、活発になったらなったで、まあ、正直申し上げて、個人攻撃は絶対しませんけど、感情的になったりですね、言い合いになったりするっていうのは、本来の国会の機能とは違うと思います。そこで、えー、これももちろんいろんな反論あるでしょうが、一つ、もう一つ提案したいんですけれども、 この憲法審査会の不祥私委員になってからずっと疑問なのはですね、例えば憲法の中で九条の問題が今日も私も取り上げましたけれども、それと拉致事件の発生が関係あるのかないのか、野党の中には関係ないとおっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、不祥私は民間専門家の時代が長いんですけれども、例えば、横田めぐみさんのご両親と長い長い信頼関係があります。しげさんは亡くなりましたが、お母様のさきえさんは、一時期は、 ずっと憲法九条の改正があって、えー、拉致外傷を救出できるようになるので、で、それができるようになってから初めて交渉になるんじゃないですかということを、公にも発言されておられました。しかし、私があえて申しますが、嫌がらせも大変多く、お住まいをおっされたりもしたわけです。ええー、すなわち、社会ではややタブーになっている議論の嫌いがありますから、むしろ、大島提案を受けて、この憲法審査会で、一致点を探すために、 じゃあ、本当にその9条の規定と拉致事件の発生、それから取り戻せないで、13歳のめぐみさんが今、官暦前になったことと、関係があるのかないのか、空力口論じゃなくて、現実に即して、えー、意見交換するというのを一つ提案いたしたいと思います。ありがとうございました,ただいまの件につきましても、ご国幹事会にて協議をいたします他にご発言もないようですから、以上で意見交換を終了いたします。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて参加いたします。